よー、はい、風が吹くこの場所で今二人ゆっくりと歩き出す。4人で組んだバンドが誰一人脱退することもなく、メンバーチェンジもなく、25年ずっと4人でやってくるって本当に大変なことで、そんな大事な25年という節目の年にこのような企画でお声掛けをいただいて、なんで私なんだろうと思ったんですけど、私でいいのかなというか、すごく光栄なお話だし、どうにかグレイさんの25周年を盛り上げるためにはじゃあ何ができるかなって、いろいろこんなことしたら撮影で面白いんじゃないかとかアイデアに出させていただいて、盛り上げたい、頑張りたいと思いました。よーい、はい、小学生だったので、発売当時はもちろん知ってたんですけど、ちゃんとした曲の内容というか、歌詞の意味とかはきちんと理解してはなくて、すごくいいメロディーだなって当時は思ってたんですけど、大人になって、結婚式で皆さんにハワイバーを歌っていただいた時に、あ、こういう愛の歌だったんだって、すごく曲が刺さったというか、とても感動して、私の中ではハワイバー聴くと自分の結婚式を思い出すっていう、本当に大切な思い出の一曲です。この度はありがとうございます。この度はこちらこそ25周年です。ありがとうございます。お願いします。支援を受けていただけるっていう話を聞いて、はい、メンバー全員本当に喜んでなんで、いやいや、とんでもない、逆にそんな大事な25周年の時に、いやいやいや、もう本当に、ね、なんか大変かもしれませんけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本番、行きます。よーい、はい、撮影にてるさんがいらっしゃったので、ご本人が見ていらっしゃる前で撮るのはすごい緊張したんですけど、やっぱりこう歌っていて懐かしい気持ちとか楽しい気持ちとかすごく湧いてきて、思わず口ずさみたくなるメロディーっていうのが本当にそうだなと思いながら楽しく撮影させていただきました。はい、カットです。素晴らしいと思います。はい、電話カットOKになります。電話カットをもちまして、北川さん撮影終了になります。はい、ありがとうございました。撮影ではハワイバーとソウルラブと全く違った2本の CM にしたいなと思いまして、ヘアメイクとか衣装とか、まあ、お芝居の表現の感じも本当に曲を深く追求して撮影していけたんじゃないかなと思っています。で、この CM を見た方が多分初めてグレイの皆さんの CD を買うという方も出てくると思うので、これまでのファンの方が喜んでくださるのももちろん、新しいファンの方にも魅力をお届けできるような CM に仕上がるんじゃないかなと思っていますので、ぜひ期待していてください。ありがとうございました。高田恭子でした。